岸シユ平タ、ヒラノ宮オ、ジングユタとの再会を経て埋める、ナンバーアイ、して見つめる未来とは、アートは、3人の新たな出発に寄せて、10月15日にトベによる YouTube 緊急性配信に登場したキシユータ。トベへの介入、そして一足先にトベ入りしたジング優太ユ野タ、ヒラと共に新たなグループ、ナンバーアイ、の結成を発表した。 生配信は同日18時30分に東京ドームから行われ、同時視聴者数は67万人を記録した。配信は開始時刻の5分前のカウントダウンが始まり、東米町 d ゼロゴーとして緊急生放送の文字が大きく表示された。平夜、そして人流時の順に挨拶を行い、 平野が、今日は緊急性配信ということで、僕たちの今後について、皆さんにご報告させていただきたいと思います。と伝えると、神宮寺も、今後の活動や僕たちの夢など、皆さんにお伝えしたい、とにこやかに、そして、やや緊張したおももちで、配信の趣旨を伝えた。そして映像を挟むと、東京ドームのグラウンドが出現。 画面いっぱいに広がるスタンドをバックに騎士を迎えた。騎士は東京ドームという場所にふさわしく走りながら登場し、二人の前を駆け抜けていった。神流児と平野が相次いで突っ込みを入れるなど、生配信を見守る視聴者の緊張をかき消すかのような登場で早速洗いをかっさらった。この日の騎士は淡いくすみ、ベージュのジャケット姿で登場し、騎士ユタです。 本日から飛べで活動することになりました。とじこ紹介。両サイドの二人は引き立たせるかのように黒をベースにしたコーディネートで騎士を囲んだ。騎士によってグループ名、ナンバーアイが発表され、それに続いてグループ名の由来、それぞれの思いを熱く語ってくれた。 名前に込めた思いとして、騎士は一番を目指すのは大切なことですけど、それより何より大切なのって道筋だと思うんですよ。その中で僕たちらしくどう輝けるか、僕たちらしくいかに楽しめるか。その中でファンの人たちとどれだけ一緒に楽しめるかっていうのが愛の一つの意味。粋なアイデアと明かした。 他にも、ナンバーワン、オンリーワン、という言葉が飛び交い、さらには、愛、が、ラブ、の、愛、にもなるというジャストアイデアも語る。かつて水曜枠と読んで、笑いを誘ったことがあるだけに、由来や思いを語る姿は、どこかたくましく映った。ナンバー、愛、それぞれが語った今後の活動の展望、今後について、平野からは、コンサートはやっていきたいよね。 と、真っ先に出たのが、コンサートという言葉だった。僕たちらしいものを詰め込んでファンの皆さんとの距離感をもっと縮めたいと語ると後の二人も、同調。騎士は、音楽を追求して、新たな自分と出会いたい、と語った。 誇れるものを作りたいという平野に神宮寺も曲を先に聞いてこれ歌ってる人たちパフォーマンスしている人たち誰なんだろうって調べた時にナンバーアイでしたってファンになってくれるのもすごい嬉しいじゃんと話した。かねてから歌にダンスにと鍛錬を積んできたのに加え、神宮寺はライブの演出を平野はコレオグラフ。 騎士はライブのコーナー企画を手掛けるなど、それぞれがクリエイティブ面でも携わってきた。過去にはライブ映像の特典映像でスタッフと話し合う姿が映し出されたり、ドキュメンタリー番組ではスタッフが休憩を進めても騎士が練習をやめず、神宮寺が声をかけてようやくその足を止める場面が映し出されるなど、メンバーそれぞれのストイックな姿も目にしてきた。 平野がこれからどんなグループになるのかと期待を膨らませながらファンの皆さんと苦楽を共にしたい泥臭い俺たちも見てもらいたいと語った見守る側としてもこれまでと少しスタンスを変えなければと意識するような一言だったのではないだろうか同時視聴者数67万と多くの人が見守る中新たな角出を迎えた3人 SNS では 様々な意見が飛び交っているのも事実。彼らもそれぞれ SNS アカウントを開設しており、当然それらを目にしたこともあるだろうし、ある程度は想定していた部分もあっただろう。 しかし、三人が笑顔で合流し、決意を語る姿はもちろん、生配信の最後に深々と頭を下げた平野の姿は、そうした一切合切を受け止めながらも、それでもやっていくんだ、という決意や覚悟のようにも思えた。楽曲リリースを起点にすれば、現在は準備段階にある。新しいエンターテインメントの形とは、 ナンバー・アイの音楽やパフォーマンスを通して3人が表現したいものとは、そして3人が目指す先は、きっと多くの人が様々な思いを抱きながら注目しているに違いない。土壌を整え、種をまき、ナンバー・アイがどんな景色を見せてくれるのか。芽吹き、そして花を咲かせるその日を待ちたい。ゆずつきひろみ。